なるほど、なるほど。ただ違いはもちろんいっぱいあるんですよ。うん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 。けどそれの中で同じだったら、まあ、なんかくくるなっつってくくろうとしてるみたいなのあるんですけどいやだ逆でもこのくくりはちょっと違うくくりなんですよ、うんうん、要は悪いくくりってもいきなり〇〇人はってなってるじゃないですか。あ、なるほど。私の研究はもうみんな違うよっていう中で共通点を探してるんですよ。で、あのいい形でくくれるか、だから例えばリンゴとか、あの、なんつうの、みかんとか梨みたいな時に、これ共通点ないかなと思ったら、なんか甘い汁出てるなみたいになるわけですよ。うん。すると、あ、これは果汁というものを皆さん持ってますね、ってなるわけですよ。うん。だから、君たちは果物ね。うん。はい、君たち果物って。で、私は果汁が出ないんで、はい、君は果物ではありません。形でください。うん。だからどっちかというと違いしかないというか、うん、あの個性ってそういうものだと思うんですよ、うん、でちょっとね N 沢の、まあ、さっきのがね、浅いかとかしょうもねえのかはちょっと今ね4つをねちょっと今日は吟味するというのでこの残り時間使ってみたいと思います。はい、すいません僕がの試合時間長くてでその4つをちょっと言ってみてもらえますか。あ、できるできない、あ、自分が今できるかできない、そうですね。で、時間がかかるかからない。時間がかかるかからない。はい、意味があるない。うん。で、めんどくさか、めんどくさくないか。うん、これ、くくると何だと思いますこの4つ。まあ、ちょっとね、これ、時間があるので。じゃあ、例えば、じゃあ、成功者がもう4つ、なんか、あの判断基準をみんな持ってるとするんじゃないですか。そしたらその判断軸じゃなくてどんな判断軸で考えて決めてると思います。ちょっとここは想像していただきたいんですけど、今のがしょうもないとしたらしょうもなくないものがあるってことです。しょうもなくない4つの軸は何だと思いますか。世の中にとってためになるかならないか。ああ、まずためになるかならないか、うん、なるほど。あとはそれがでかすぎるのか、もっと、あ、いや、あの成功者だったらと想像してやってみます。まあ自分がこう思い浮かぶ成功者って何ですか。例えばジョブズだったら、だジョブズだったら今の4つのうちこれは考えてないでしょうねってなるか、うん、あのいやジョブズもこれで考えたから別にってなるとしょうもなくないかもしれない。あ、まあジョブズが神様ではないんですけどまあでも成功者ですよね。まあ一つの成功者の、うん、まあ別にジョブズじゃなくてもいいんですけど、孫正義とか何だっていいんですけど、イチローでもいいし。でもなんかそういう意味では自分を変えたいと思ってるよりも世の中を変えたい、世の中が変わるか変わらないかって、でもなんか近いことになっちゃうかもしれないです。あ、大きく世の中が変わるか、ね、そうですね。結局それを考えてない限り変わらないんですよね。であれば、めんどくさかろうが時間がかかろうが、その人たちはやるということです、うん。うん。例えばね。そうですね。他はあるかな。まあ、ちょっと出なさそうなんですね。なんだですかね。言い方がわからないんですけど。うん。情報の拾い方、なんか違う方になっちゃったのかな。情報の入れ方、うん、そしてなんか、うん、まあなんとなく分かるのは分かんない。ちょっとね、N 沢のさっきの4つのやつ、まあでも全部言っちゃったらそうでしょっていう、あの元も子もない話を私もしますけど、N 沢のさっきの4つの軸って結構主観的なんですよ。確かに。だってできるできないって5歳の時の N 沢と今の N 沢では違うわけですよね、軸が。だしあと5年経ったらできることもあるかもしれないんで、できるできないってそんなに客観的なことじゃないんです。確かに。なのでこれはちょっとピッてあっちちょっと今放りになりましたけど、うん、で次が何でしたっけ。時間がかかるかからない。時間がかかるかかからないかも5歳の N 沢と今の N 沢では違うんです。うん、
靴下履くのに5歳の犬とはすげえ時間かかったかもしれないけど、今だったら一瞬みたいな、うん、これも結構主観的な感じなんですよ。確かにそう言われてそうですね。なんかなんつうんだろう、ヨーグルトを作るために発酵させる時間とか客観的だと思うんです。あるし、もう N 剤にはどうしようもできないじゃないですか、うん、まあまあ冷蔵庫の性質とかあるかもしれないですけど、あとお味噌作るとかね、うん、でもその なんかできるかできないかって多分その話をしてないと思うんで、となるとやれるかやれないかにも近いものがあるんで、それも主観的なんですよ、うん、だからシュッてまた投げるしまいますけど、でね、この後の方がもっと主観的な気がしたんですよ。何でしたっけ。あ、そうですね、もう意味あるないっていうのは自分の主観でしかない。あ、そうそう、意味があるかないかはもうその人が決めるんで。そうですね、うん、N 座が意味があることが全部正しければN 座が神様って話になっちゃうので、これは N 座が勝手に決めてるだけなんですよ。意味あるな、あれじゃねえや、めんどくさい、めんどくさい、もう自分の主観ですからね。そう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 なんです。だからその軸ってもう全部自分都合になっちゃってる。確かに、